僕が作ってきたゲーム、割とまあアクション性が多いものが多いので、まあ、どちらかというとやっぱりこうゲームってやっぱインタラクティブなものですので、やはり触り心地といいますか気持ちよさとか操作感っていうところをかなり重要視して僕は作っている、まあ、ゲームクリエイターの一人だと思いますけども、28年に今もなるんですが、まあ、今までで多分一番思い入れのあるのはやっぱソニック・ザ・ヘッジホッグという作品がやはり一番だと思いますね。1991年にまあ開発をして、まあ、発売をして、まあ、すごくまあ全世界の人々に楽しんでいただけましたし、まあ、僕自身も出来上がった時の手応えってやっぱすごくあった作品ですので、ソニックを作る前にですね、カプコンさんの「大魔界村」というゲームがありまして、それの移植を、まあ、僕はしてるんですね。もともと大魔界村の、その作ってるプログラムとかもう全く違う考え方で、その滑らかなところをこう駆け抜けていくプログラムを作るのに、まあ、ソニックの初めはずっとそうやっていくんですね。でそれをやっていくことによって、まあ、滑らかなところをこう、ね、8倍のスピードでいくし、しかもこう滑らかなところを角度を続けてこういうふうに上がれるようになってきたところをいろいろやっていた時にですね、これもしかしたらこの次もこう続け出していくと回るなって思ったので、ソニックのこういうループっていうところがプログラミング的に実現できるんですね。でその当時ソニックって割とだから速いものをって作ってたので、ウサギをキャラクターにしようとしてゲームはまあ開発始まってたんですが、なんでウサギでピョン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 って弾いてて、まあ速いのはいいねなんですが、速いんですけど、その当時の企画書でいくと、ウサギが敵に遭遇すると、そこに手前に石が置いてあったりとか、まあ、物が置いてある、その石を、まあ、耳でこうやってよいしょってこう持ち上げて、それをポンって投げて敵に当てて敵を倒して進んでいくゲームを最初作ってたんです。で、それをやるとですね、あまりにもスピード感がすごい気持ちよくて走ってるのに、敵のところで立ち止まるんですよ。で、こう、めんどくさいんですよ、敵を倒すのに。で、これ面白くないなって話になりまして、でボツにして、でその当時って言いますか、まあ、僕実は高校生の頃にこうノートの裏の方にこうこんなゲームって企画を書いた中で、でんぐり返しをして敵にアタックするゲームみたいなこと書いてることがあるんです。これいつか自分で作ろうと思ってたのを、まあ、じゃあ高校生の頃に書いてたのをアイディアを出すかっていう話をしまして、でソニックはでんぐり返しをして敵に当たっても突き進めるキャラクターにしようということで、まあ、ソニックができてくるんですが、その時にでんぐり返しして敵に当たって大丈夫なキャラクターってなんだろうって、やっぱ背中にが強いといいよねっていうことで、アルマジロかハリネズミがそこで選ばれてきたんですね。そこでまあ最終的には両方とデザインを起こしたんですが、ハリネズミの方がデザインがかっこよかったので、ハリネズミのソニックが誕生してくるわけなんですね。まあ、次は空を飛ぼうと思ってですね。で、一番最初やっぱキャラクターの発想からだったので、飛べない鳥がいつか空を飛べるゲームを作ろうということで、まあ、日本ではその沖縄の島にいるヤンバルクイナという、まあ、飛べない鳥がいるんですが、最初はその鳥がモデルにしてゲームは作っていってたんですが、そこでまあ最終的にずっと飛べなくて、最後エンディングで飛べて、やったー感動するねっていう、どちらかというとそのゲームの中に感動を持ってきたかったんですね。それを先にやって、そこからゲームを作り始めていって、ですがゲームを作っていくうちにですね、飛んで気持ちいいんだったら飛んでて楽しいゲームにしようよってことで、もう最初のその苦しいところバンって切っちゃって、飛んで楽しいゲームになっていって、ですけど当初から持っていたその飛べた感動っていうのはどうしてもやっぱ残したくてですね、なので自分たちがその飛べた時のっていうか、いや成し遂げた時の感動っていうのをこううまくこうゲームの中で、そのナイツっていうのはその感動させたいっていうところを、まあすごく前面に出してはね、裏のテーマとしてすごく持っていたので、その中で音楽ってやっぱすごく大事だと思っていたのですね。実際に開発中にですね、その
エンディングのムービーとかを見ながら、この曲をこうテストでこう聴かせてもらった時に、もうそれ見てるだけでもう開発中なのに僕がもう涙を流してしまったぐらいグッと来てしまったので、これはいけるなと。Is it me? Or is that place we were just in awfully familiar? 今年のそのソニックジェネレーションなんかもすごくいい発想だったなと思いますし、うまく作り上げたんじゃないかなと思っていますが、まあソニックはマチュアにはなっていってないかなと思うんですね。ソニックはずっと年齢は変わらないんじゃないかなと思っていますし、まあ僕的にはまあソニックのお父さんという立ち位置なので、まあ、ずっと僕は15年間ソニックというものを育ててきていて、で、まあ、彼も、まあ、僕の手を離れるときはちょうどハイスクールとかに入るぐらいだったかと思うので、まあ、少し親の手を離れ出してきていて、まあ、今ちょうど20歳ぐらいでもう成人してきていて、もう自立してる感じをまあ僕は受けているので、まあ、独り立ちしていろんなところを走り回っているので、まあ、父親としては非常にまあ嬉しい感じですかね。